もう一回ね。はい、じゃあここからは私静香も交えてお話ししたいと思います。おはようございます。あの YouTube の動画のアップが最近1年ぐらいちょっと更新が止まってしまって大変あの申し訳ないです。うん、あの更新が止まったきっかけがちょっとありましてですね、うん、ちょっとあの YouTube の動画をアップするのは、まあ、この信孝のリハビリのためでもありまして、その普段やってる、まあ、リハビリとか楽しく、うん、どっか出かけてる様子を、うん、撮ってアップするっていうのが目的だったんですけど、うん、ちょっとどんどんあの撮影の本数が上がって見てくれる方が増えて、でそれもあってちょっとあの動画を撮りに行こう、動画を撮るっていうのが目的になってしまった部分もありまして、うん、今まではまあ出かけたついでに動画を撮ってアップするっていうものから、うん、動画を撮るために出かけるっていうふうにちょっと目的が変わってきて、もうそれもあったからなんですけど、ちょっとあの楽しく仲良く出かけてそれを撮ってたのに、なんか動画を撮る目的になると、まあここでこんな撮影がしたい、こんな風に撮ってこんな風に喋らないといけないみたいのが、うん、まあ、どんどんどっちも出てきて、うん、まあ、今まで楽しく出かけてたのがなんかちょっと、まあ、喧嘩っていうほどじゃないけどこんなしてよみたいな、いやいや違うよこんなだよみたいな感じで、ちょっと動画を元になんか嫌な雰囲気になるみたいなパターンがありまして、うん、それが嫌でちょっとあの動画を撮りに行くとかなんかなかなか気が乗らなくなってしまったんですね、うん、で、それはちょっと本末転倒だということで、まあ、動画を撮らずに楽しく2人で出かけるみたいのを、まあ、1年間やっていました。でたまに動画撮ったりしてたんですけど、うん、1年分だいぶ撮ったよね、うん、だいぶ撮った本当に、うん、動画は撮ってるんですけど、まあ、動画の途中に、まあ、本当だったらまあ動画撮らなければもっと和気あいあい楽しかったのに、うん、動画撮るっていうことになると、うん、なんかちょっと準備するから待っててとか今ちょっと言い方俺なんかちょっとたどしかったからもう一回撮ってとかなんかそういうちょっといやいや素のまんまでいいよって私がまた言ったり、うん、なんかそういうごちゃごちゃしながら撮っていくみたいのがちょっとあの何回も何回もあってですね、うん、だからそれを嫌な思いして撮った動画をまた私夜またこの嫌な思いしたなと思いながら動画を編集するっていうのになんかどんどん負担になってきてだから気持ちよく動画が編集して出せないっていうパターンがずっと続いて、あの撮影が止まる前からだったんですけど、なので、まあ、ちょっと乗り気が乗らないみたいのもあってちょっと待ってる皆さんもいたのにちょっと動画の更新が止まってしまいました。本当に非常に申し訳ありませんでした、うん、でちょっとあの信孝からも、うん、やっぱり動画は更新してほしいってお願いがありまして私も動画をアップすること自体は楽しいんですけど、どうしてもこの兄弟喧嘩がねそうちょっともうなんか嫌だなっていう思いをしながら動画撮るのもなんなので、これからはちょっと2人で話し合った結果あんまり動画の、完成度にはこだわらないで、うん、ちょっとあの、まあ、間違ったりしても、うん、私がなんかあ違うなって思ってても信孝をそのまま今ある状態を撮るし、うん、信孝もあんまり完璧を求めて、うん、いやなんか今かっこよくないから、まあ麻痺があるんでちょっと今、うん、間違えたから撮り直すとかそういうのをやめて、うん、ありのままでいこうとね、 ありのままでね、ありのままの行こうっていうことになったんだよね、ありのままでね、はい、どうぞ、うん、だからあのちょっと今までより完成度は落ちるかもしれませんけれどもちょっとずつ温かい目でね、温かい目で見ていただけるような動画を、うん、出していこうかなと。そう思います、はい、本当に。あとは、はい、何もない、あ不満はない、不満もないです、ない全然ないです。じゃあ、あの、
なんだったらまあ今まで通り撮影して、うん、ちょっと喧嘩を少なく撮影して、うん、ちょっとね完成度のあんまり求めない動画をちょっとずつまた増やしていければなと思いますので、もしお時間があれば、うん、今後ともよろしく見ていただければと思います。すいません、すいません、長くなりましたがこんな感じです。現状は、うん、ありがとうございます、はい、じゃあまた次の動画近いうちにお願いしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ニフェデビタン、ニフェデビタン、ピチ